どうも、ポリコンです。今回はちょっと初めての企画なんですけど、漫画を読む人のあるあるっていうのをちょっとやってみようかなと思います。僕が実際に経験したあるあるだったり、あと他の人はこういうことが合ってるんじゃないかなっていうのをやっていくんで、ぜひ最後まで見てってください。じゃあやっていきます。どうぞ。さあ、漫画買ってきたから早速読もうかな。あ、袋入ってる。あれ？あれ？この前買った漫画面白かったからもう一回読もう。ん？サイン色紙プレゼント？え？あ、応募するの忘れてた。げ、仕事のメールだ。返事せんといけんけど、これ途中だしな。しおりもないし、仕方ない。いやー、ブトゥーム最終巻面白かったな。もう読み終わったから直しとこう。よいしょ。ん？あれ？開いてない。さ、死人層の殺人の最新刊買ってきたから早速読もうかな。あれ、話が全然わかんない。ちょっと前の巻読み返さないとダメだな。こっちかな？こっちかな？これか？この中かな？あ、友達に LINE 送らないと。携帯は確かポッケに入れたはず。あら？ブックオフだったら、絶望先生の23巻あるかな？お、あった。2冊ある。こっちの方が綺麗だからこっちにしよう。さあ、ブックオフで中古漫画買ったから一応中身確認しとこう。あ、直筆サイン本だ。よし、サイズム最新刊まで全部帯付きで揃えたぞ。じゃあここに直してゆっくり読んでいこう。あれ？五巻だけ帯がない。さあ、インフェクションの10巻を買ってきたから早速読もうかな。あれ、全然話がわかんない。ちょっと前の巻読み返さないとダメだ。あれ、前の巻どこにもないな。ん？あ、そもそもインフェクション読んだことなかった。この上はもう少し漫画を消そうかな。あ、ダメだ。さあ、アマゾンから新作漫画が届いたから早速開けて読もう。マージナルナイト第1巻。さあ、どんなかな。あれ、これ漫画じゃなくて小説やん。さあ、テスト近いし参考書も買ってきたから勉強しよう。超絶都市型モンスターパニック。破壊獣やんけ、これ。おい、バルコン、ん？お前雑誌って買わないんじゃなかったの？あ、それね。それは、まあ、表紙がどっちも破壊獣だったっていうのと、あと破壊獣の付録がついてたから。なんだ？うわ、